西岡剛 YouTube チャンネルをご覧の皆様、今日はですね、ここ大阪に来て、僕の高校の大阪桐蔭の先輩でもある元阪神タイガース岩田実さんに登場していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。そしてですね、この隣にいてるのがですね、これもう見てる人はもう誰だと、大阪桐蔭で岩田さんと同級生でですね、そしてまた中出陽介さんと言って、僕が1年生入った時に中出さんは岩田さんも同級生ですけど、中出さんと、僕の一つ上で僕の教育指導係として僕の担当の、先輩でした。だいたい先輩というのはその指導係で1人につき、1人だいたいつくんですよね。3年2年1年付き人とかそういうあんまり厳しい世界ではなく、大阪桐蔭はどっちかっていうと後輩たちに、スパイクも磨かしてはいけない、ユニフォームを洗わしてはいけないっていうルールをね、もうこの今の時代に合わせたかのように僕らの時代からそれをすごく言われてた大阪桐蔭高校西谷監督の指導でした。で、中出さんっていうのは、貝塚で水なす農園をやってる中出農園さんの、皆さんが多分口にしたことがある水なすを作ってます。それをですね、もう朝4時から起きて寝てません。もう多分昨日から1日中ね、撮ってるんで、今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、まず岩田さんからちょっと話していきたいんですけど、僕たち出会ったのは大阪桐蔭高校で初めて出会ったんですけど、岩田さんはいつぐらいからこう野球をプレーしだしたんですか。野球っていうものに入ったのはやっぱ小学校1年生からかな。チームに入って、はい、そこでみんなと野球をワイワイ楽しくやるみたいな。それは何ですか、もう自分から親に僕野球やりたいって言って入れてもらった感じですか。そうやね。長男ですか。うん、次男。次男なんで、兄ちゃんが3つ上にいる、松坂世代にいるんやけど、同じタイミングで入って兄ちゃんは途中で辞めて、で僕だけずっとやるみたいな。うん、小学校の時は軟式ですか。軟式です。中学から硬式。硬式シニア行きましたね。門真シニア。門真シニア。門真シニアといったらもう大先輩も今中さんですね。そう、今中さんがいたんや。中日ドラゴンズ今中さんの投げるカーブと岩田さんのカーブって似てないですか。先輩があれだけ偉大な選手がいるから、なりたいなと思って、どうやったらああいうボール投げれるかなって日々考えながら練習してたら、そこまでね、めっちゃ似てるっていうわけじゃないけど、雰囲気だけみたいな。いやいや、僕はね、なんか後ろから守ってて、あれスライダーになるんですか、カーブになるんですか、あの縦のこのバカを落ちるやつは。縦は基本カーブかな。あれカーブなんですね。あれの抜けって高校の時からやばかったって僕は後ろに守ってて、すごいカーブ掘るなと思ってて、ただその大阪桐蔭入って2年生の秋ですかね、秋頑張った時ね、頑張ってる時にいや最初病気を宣告された時、はい、ほんま人生終わったみたいな、そういう感じになって、もう一生、病っていう病気がつくから、絶対もうベッドの上で一生生活せなあかんねやって勝手に思い込んでて、ちょっと絶望をその時は感じました。ただ一型糖尿病の先輩のプロ野球選手がいて、日本にですか。日本に、ジャイアンツのビル・ガリクソンっていう、ガリクソンね、ピッチャーの、そうそうそう、あれがいて本出してたの、でそれを主治医の先生からガリクソンがやってるから大丈夫やって言われて本を読んで、ガリクソンできると俺もできるかもってなった。ガリクソンと会ったことないんですか。ないね、会いたいね。そう、絶対にいた方がいいですね。いろいろ調べたらフロリダらへんにいるらしい。絶対それだって自分が一番影響を受けた人ですもんね。でもその当時、僕はやっぱ1年と2年生でこうピッチャーと野手っていうのもあって、あまりこう高校時代ってあんまり話してなかったですね。そこまで、接点はないけど、二松学校入ってきた時に、抜群にうまいわけよ。もう先輩も見てるし、大体うまい選手って、俺らも分かるやんか、入ってきたらこれちょっとちゃうわみたいな、そのタイミングで西岡がバーンってきて、こういうやつがプロ行くんやなと思いながら、僕はなんかもう先輩とか後輩と関係なく、チーム全員が僕はもうライバルとしてこう常に過ごしてたんで、仲良くしようとかそういう意識が全くなく、常にこのチームの中で一番になりたいっていう目標を置いてたから、全員を敵対視して見てたんですよね。こいつよりは勝ちたい、中村武也さんもそうなんですよ。もう僕からしたら入った時にバッターとしてね、今西武にいてる中村さんに超えないとプロに行けない、でも超えれないと思ったんですよ、バッターで。形は違うんです、向こうはホームランバッター、ね、タイプがね、全然違う、タイプが違うけども、でも竹谷さんはホームランだけじゃなくて、右中間でも
この広角に打ち分けるあのバッティングのスタイル見て、この人にはちょっとまた桁違い、うん、だから今でもまだ現役で頑張ってるし、ね、でやられてる、本当に尊敬しますね、うん、中根さんはまあ同級生で、まあ、中村さんもいて岩田さんもいて、まあ、僕たち寮生だったんで、ね、岩田さんが糖尿病になった時でも食事がもう見てて僕らちょっと辛くて退院して帰ってきたらもうまず俺だけ一人どんぶり鉢にこうキャベツを山盛り、ね、食べてからみんなが食べてる食事を食べるっていう、もうこれだけで腹いっぱいになる。僕たちはあのその当時って僕も若かったし糖尿病に対して何も知識もなく他人事のようにちょっと見てた部分も僕は正直あってですね、まあ、当然そうですね。中根さんっていう存在はなんか寄り添ってたように僕は感じてたんですよね。なんかねやっぱこう病気してから怪我もして自分が一番をつけていたけど、ね、甲子園の行けずっていうのでチームメイトに申し訳ないなっていう気持ちはすごいあった、うん、岩瀬さん中根さん中村さんの時代って多分全国制覇余裕でできた、まあ、メンツはすごい揃ってたよね。8試合でホームラン24本、中村さんが8本、他もバンバン打ってたもんね、はい、埋まってないのはもうピッチャーだけ、うん、まあ、岩瀬さんがその病気で投げれず、まあ、決勝で負けたんですけど、僕が印象に残ってるのはこの決勝に負けた後西谷監督が号泣して岩田すまんって泣いて、もう岩田に本当に1回でも投げさせたかったっていうあの姿がなんかすごいこうなんか胸打たれてですね、僕らなんか西谷先生と岩田さんのそこの関係っていうのは、まあグラウンド上では見るんですけど、グラウンド外でも多分ケアされてたと思うんですね。めっちゃケア、その入院してる時にケアがすごくて、はいはい、普通その一選手が、うん、まあ、入院ってなったら毎日練習あるわけやんか、はいはい、練習終わってから10時ぐらいにユニフォーム姿で普通に面会、うん、普通来おへん、うん、時間も面会時間も終わってるし、はいはい、でもそれを許してもらうためにこう手土産を持ってナースセンターにこう寄って、はいはいはい、手に渡してで毎日来てくれる。で毎日です、毎日来てくる。でその日その日でなんかこう俺に対する差し入れも1キロのダンベル持ってきてくれたり、グローブとボール持ってきてくれたり、チューブ持ってきてくれたり、みんな待ってるからちゃんとやっとけよみたいな。西谷先生やっぱすごいですね。すごい尊敬でしかない。西谷先生ってあの担任の先生にもなる学年の時ってあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、3年に1回ですよね、まあ、西谷先生が担任の時の学年じゃないですか。そうですね、西谷先生が担任の学年のチームってなんか強いと、歴代強いと言われてるな。3年に1回その周期が担任の時、多分誰その学年に対して思い入れというか過ごしてる時間が長いんですかね。まあ、気にかけてるんやろうな。めちゃくちゃ僕の1個上、岩瀬さんとかは中村さん中根さんの時代が西谷先生がすごい怒るというか真剣にこの向き合って熱くやってたなっていうのは、僕はもう1学年下で、まあ、僕もあの同じチームに入れてもらったんで怒られることも多かったですけど、すごい思い入れがある学年なんだなと思ってて。今でも交流とかありますか？あるある。あのやっぱ甲子園出たりとかしたら差し入れ持っていくし、うん、でその時にしかやっぱこう時間作れない先生たちも、はいはいはい、でちょっと宿舎持って行って、まあ、30分ぐらい話して、うん、っていうのを、うん、結構甲子園出るたんびに行かしてもらってて、うん、久々に会っても変わらないですね、接し方。全然変わらへん。何しに来たの？ちょっとなんかあ帰ってきたなっていう感じせえへん、久々に会っても、うんうん、ちょっと嬉しい。なんかこうブレないですね、うん、あの大阪桐蔭って、まあ、僕らの世代、ね、同じたちの僕たちの一緒に戦ってた世代の時ってまだ大阪桐蔭ってそんな全国区でもなく、うん、本当にまあ辻内とか平田選手、うん、そこから中田が来て森君とか藤浪君、根尾君、藤原君で本当に僕らより下の人たちがこうすごい大阪桐蔭の年運張りを上げたと思うんですけど、それを築き上げたのはやっぱり西谷先生ですかね。それはもう間違いないと思うね。西谷先生の人のスカウティングの仕方って知ってます？中井さん、どんなんか聞いたりも、俺もたまにグランド行くし、うん、なんか聞いた話はやっぱり一番には野球がどれだけ好きか、うん、野球が一番好きだと、はい、ね、サンドの飯より野球が好きっていう選手を一番に取るというか、うん、まあ、それはいつも西谷先生も口にされてるし、うん、まあ、野球だけじゃない部分も
のをすごく大事にされている人かな、うん、礼儀とか厳しいですよね。それなのにこの世の中やんちゃだっていうイメージがついてるんですけど、それなんでですか。何なんやろうな。野球っていうスポーツって、うん、負けん気とか、うん、なんかそれぐらいの気持ちがないと、うん、結局上の世界に行けば行くほど、うん、やっぱり高校でも強豪校になるほどこう蹴落とされるって言い方はちょっとあるかもしれないけど、うん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 、やっぱり強い気持ちある子の方がやっぱり伸びるし、うん、っていうのは絶対にあるから、やっぱり PL にしてもこれは党にしても、うん、上手いやつの集まりっていう部分ではやっぱりそれだけ練習もしてきたし、それだけの自信もあるし、うん、やっぱりそういう意味では、まあ、根性があるというか、はい、やっぱりそれぐらいのやつじゃないとレギュラーにもなれなくて、うん、やっぱりその先プロにも大学でも活躍できないっていうような、うん、まあ、それがイコールちょっとやんちゃらっぽく、うん、気持ちが強いっていう部分が、うん、ちょっと多分そういうやんちゃっぽく見えたり、うん、やっぱりそれぐらいのやつじゃないと活躍はできないかなっていうのは、この前川崎宗則さん、うん、と食事してる時に、まあ、大阪桐蔭はそういうタイプが多いから大阪桐蔭若い時から活躍する選手が増えてるんだよって言うんですけど、まあ、西谷先生にも会わしたことあるんですよ、うん、この前食事した時に最近大阪桐蔭はルート変更してると、このやんちゃにしようか中田森っていうイメージから優等生作るために藤原くん根尾くんってもう万人受けするような選手を作り上げてしまったと、それじゃプロで活躍できないと、やっぱりこう優しさがちょっとでもこうあるとやっぱりこうみんなレギュラーを取るために生活かかってるんで、プロは、うん、そうだね、うん、チームメイトであっても敵になる存在、やっぱり一人がポジションを埋まったらそこにはやっぱ仕事なんで家庭をね守っていくことも必要なんで、そこにこう優しさが芽生えると勝てないですよね、うん、狙ってるやつには。そうな、中根さんは僕のじゃ指導の担当係としてしてもらってて、基本まあスパイク磨かしてこの雑用一切僕にやらせなかったですよね。それ なんでなんですか。一つは母、俺のお母さんの、はい、まあ、ちっちゃい時からのしつけっていうか、まあ、そういう部分で、まあ、ましてや大阪で住んで、はい、大阪桐蔭も大阪でありながら、うん、寮生活っていう意味、うん、何のために寮生活するのか、うん、それこそもちろん先輩が練習俺はしたいから、うん、後輩にちょっとやっといてくれと俺練習するっていう、もちろんそういう、うん、まあ、強気なというか、うん、まあ、そういう人ももちろんいるし、うん、でも寮に入って自分で全て自分の身の回りのことをする、その中で、あ、中学まで、うん、今までお母さんがずっとこういう自分のことをやってくれてたんだっていう、まあ、確認もありと、うん、まあ、それももちろん一つあるし、うん、でやっぱりさっきも岩田が言ったように、うん、まあ、もう剛が入ってきた時に、うん、まあ、そのもっとほんまに細かったや、うん、太い選手やけど、うん、もう守備を見た時にもうずば抜けてたし、うん、まあ、正直俺はプロっていうより、まあ、最初ほぼほぼ知らない状態で選ぶやん、うん、はい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 、その時に俺もやんちゃそうな強しを見て俺は一緒になりたかった、はい、でも僕は入学する前に中学3年生の時練習しに行ったの知ってますね、うん、その時もなんかお世話係みたいなのが来た、その時中根さんでしたね、俺やった、ね、覚えてる覚えてます、覚えてる、僕中学来た時に高校入ったそういうなんか指導係がつくっていうのを知ってたんで、この先輩に僕は声かけられたらラッキーやろいなと思ってたんですよ。入った瞬間に中谷さんがお前ちょ俺なとか言ってくれて、ラッキーとか思って、そっから何も本当に一切しなかったんですよ。もう一つはやっぱり俺らの代に西岡剛の戦力がやっぱり甲子園で出たい、うん、甲子園で勝ち進みたい、優勝したいっていう中で、うん、やっぱり西岡剛の戦力は必要やっていうのはめちゃくちゃ感じた、うん、それは絶対的にあるかな、うん、練習してほしい、うん、まあ、僕も先輩に、ね、こう注意されることっていうのはいっぱいあったんですけど、中根さんが指導係でついてくれてたから守られてた部分がいっぱいあるなっていう風にね、今になってはすごく思うんですよね。本当にね、楽しい寮生活でしたね。まあ、夏の最後投げれなくて、 その時の方が絶望感ってあるんですか。俺は病気になった時の方が、もう成り立ての時はほんま知識も何もないから、うん、あ、終わったみたいな、ほんま人生終わったみたいな、そんな感じ。寛大のその行った4年間って、うん、1年生の時ってまだそんな順風満帆じゃないですか。全然投げてない。